今日行くお店はお昼の休憩がなくて投資の営業なので、お昼の時間をねもうがっつり外してね、行こうと思うんです。今1時半ぐらいで、まあ行ってね、どのくらい混んでるか全然わからないんですけど、とにかくね、朝から何も食べてないからめっちゃお腹空いてます。はい、こんにちは、もちです。今日はですね、日本橋人形町に来ております。まあ、人形町駅前ですね。この辺はね、やっぱね、平日が混んでて週末はね割と空いてるイメージがありますよ。まあ、場所的には、まあ、由緒正しいというか伝統のあるね地域ですよね。今日はですね、とんかつ、まあ、とんかつねだけじゃないと思うんですけど、めちゃめちゃねやっぱりコスパがいいんですよ。場所はですね、駅から歩いてね 5,6 分なんですけれども、駅が3つぐらいあるんですよね。人形町でもいいし、浜町っていう駅でもいいし、東日本橋っていう駅でも大丈夫みたいです。どの駅からも距離はほとんど変わらないですね。あとほら見てこれ、このね今通ってきた道、ここね金座通りっていうんですよ。いわゆる有名な銀座とかね、反対って言っていいのかな、銀座、金座の金座ね、昔ね金貨を作ったりとか、あと金貨を鑑定したりとかっていうところがこうあった場所みたいです。ここがね久松警察署っていう、まあ、警察署があって、ここをね過ぎたところを左に曲がります。ほらここにね日本橋久松町8って書いてあるじゃないですか。なんかね僕も昨日知ったんですけど、この久松町っていう地名、日本橋久松町っていうのは久松町何丁目っていうのがねないらしいんですよ。久松町8とか久松町10とかね、なんかそうちょっと珍しい場所らしいんですよね。僕もねあんまり聞いたことないです。で警察署の隣がねこれ小学校ですね。小学校があるんだ。めちゃめちゃ安心感の高い小学校。この小学校の校庭を左手に見ながらこの路地を右に曲がったところにお店があります。あ、よかった、並びはいないみたいだ。時間ずらして大正解。はい、こちらがとんかつ作太郎さんです。なんかね白い壁が目立つね、綺麗なお店です。これねメニューはお店の中で改めて見ますけど、テイクアウトもやってるみたいですね。やばい、雨降ってきた、最悪だな。だから並びないのかな。帰りどうなんだろう。はい、とんかつ作太郎さんに入店しました。店内めっちゃ綺麗、カウンター席がなくてテーブル席だけのすごくね落ち着いた雰囲気です。とんかつのお肉はこのラッキートーンと四方ポークの2種類があって、四方ポークの方が高級な豚肉っぽいですね。平日はどちらもお得に食べられるランチがあって、その下には通常のメニューがずらーっとあります。この中でもめっちゃ気になるのが数量限定の2つで、あっさり作太郎定食が特選ジャンボエビフライとヒレカツ2個で、がっつり作太郎定食が特選ジャンボエビフライとロースカツという内容なんですよ。ヒレカツもね気になるんですけど、今日はがっつりの方を注文します。あととんかつのお供としてね、こうやってたくさんのメニューがあって、こっちも注文できるみたいなんですよ。こういう一品料理を食べながらお酒を飲んでね、楽しそうに喋ってるお客さんもいるので、地元に愛されてるとんかつ屋さんだなーっていうのが伝わってきます。いろいろ見てたら僕もちょっと気になっちゃったので、大判黒はんぺん揚げと極太ごぼうの唐揚げ、これをお願いしました。そしたらお店の方が、大判黒はんぺん揚げは1枚でも注文できるってね親切に教えてくれたので、黒はんぺんの方は1枚で注文します。なんかちょっとびっくりしたのが、このおしぼりすごくいいやつ、分厚くてねでっかいんですよ。こういうの嬉しいなって感心してたら、まずはこちら極太ごぼうの唐揚げです。ぶっといごぼうを縦に切って唐揚げにしてくれてます。見た目はね素揚げに近い唐揚げって感じですね。美味しそう。いただきます。
先にごぼうの唐揚げを食べようとしたらメインの、ね、定食がやってきました。はいはい、というわけでこちらががっつり作太郎定食でございます。エビめちゃくちゃ長いっていうか長すぎない？これどうなってんの。ざっとね30センチはあるんじゃないかな。しかもねピーンってね綺麗にまっすぐ、こんなエビフライ見たことないかも。あとこっちがロースカツですね。これもね断面いい色、絶対うまいのこれ。そうこうしてるうちにね大判黒はんぺん揚げも来ました。注文したのはこれで全部ですね。ちょっとねめっちゃゴージャスになっちゃった。ちなみにご飯は大中小から選べて、お味噌汁は豚汁と赤だしから選べます。僕はご飯はね大で味噌汁は豚汁にしました。最近は意識して野菜から食べてるのでやっぱりごぼうからいただきます。おーうまい、なんかめっちゃジューシー。ごぼうシャキシャキだしね、これはいくらでもいけちゃいそう。でこちらとんかつにつけるソースは2種類用意されていて、手作りフルーツソースと手作り青唐辛子ソースです。あと卓上にはねこれ吉野杉たる天然醤油っていうお醤油と、それからこれはからしと、これがね青い海お塩ですね。でその隣はアンデス紅塩、こっちもお塩です。ソースはね一応2種類準備しておきます。とんかつのね一口目はまあとりあえずお塩で食べてみますか。さっきの青い海っていうね白いお塩です。しかし断面綺麗だな。うわめっちゃ美味しい。口に入れる瞬間豚肉のねいい香りがふわってね香ってくる。お肉は柔らかいししっとりジューシーで、ラッキートーン、これ最高じゃないですか。じゃあ次はソースですね。手作りフルーツソースでいただきます。あーうまい、うまいに決まってるでしょ。ご飯がもう止まらない味ですよ。しかもねこのお店は衣に米粉とね米油を使ってて、可能な限り衣を薄くつけているらしいんです。ですから食感もねサックサクで軽いし脂っこくないんですよ。それからねさっきのめっちゃ長い名前の醤油もなんか気になるから、とんかつ用かどうかちょっとわからないんですけど試してみます。もしね失敗したら嫌だから端っこの小さいやつでね食べてみます。なんかすごいさっぱりして美味しいよ。全然ありですよ。ちょっとこれ発見かも。はい、それではお待たせしました。特選ジャンボエビフライいきますよ。直接こうやってねソースをかけまして、しかしでかいなこれ。え、嘘でしょ、これやばくない？エビめちゃくちゃ太くてびっくりした。この長さでこんな太いの、しかも食感ブリンブリンでね、これすごい美味しい。ソースめちゃくちゃ合うからね、もうちょっとソースかけて今度はタルタルもね乗っけて食べてみます。うわー参ったな、うますぎる。タルタルつけたらこれ最強。しかもこれ食べても食べてもなくならない感じ、幸せ。さあそれではねとんかつに戻りますよ。今度は王道のからしをつけてね。はい間違いない、めっちゃ美味しい。一瞬エビフライに心奪われてましたけど、やっぱりこっちが主役ですもんね。さあ次はねこっちの手作り青唐辛子ソースも試してみましょうか。おーこのソースうまい。青唐辛子のね香りがしっかりきますよ。辛さはねピリ辛レベルかな。僕でもね全然美味しく食べられます。初めて食べるソースの味ですけど、僕ね大好きな味。なんかいろいろね忙しいですけど、調子に乗ってね注文しちゃった大判黒はんぺん揚げ、これもね食べないと。メニューにも書いてありましたけど静岡の名物なんですよね。おでんとかに入ってるやつだったかな。
これ合ってるかわからないけど、とりあえずソースをねちょっとかけてみます。実はね、黒はんぺん自体をね食べるのが僕初めてなんですよ。これどんな味なんだろう。おお、サックサク。あ、これが黒はんぺんの味なんだ。めっちゃ美味しい。最初ね、イワシとかのこのつみれの味に近いって感じたんですけど、食べてるとね、もっとね、いろんな魚の味がするんですよ。これはね、もしかするとソースよりも醤油の方が合うかもしれない。はいはい、僕はね、これ醤油の方が好き。さっぱりしててね、ほんと美味しい。豚汁も具沢山でね、生姜がね結構ガツンと効いてて、豚汁なのに口の中をねさっぱりとしてくれます。追加で一品料理を注文したとはいえ、想像以上にねボリューミーで幸せな定食ですよ。女性とか子供ならジャンボエビフライとご飯だけでね十分な量かもしれませんね。ただね、米粉とか米油のおかげでね、とにかく軽い食感でねパクパク食べられますし、ソースとかね醤油の味変もめっちゃ楽しい。そして最後のね、とんかつは今日一番気に入った青唐辛子のソースをつけていただきます。このお店ってサクッと来てね、サクッと食べられるからサク太郎っていう名前なのかな。まあそんなわけはないでしょうけど、行列にね並ぶことなくこんな最高の定食をね食べられるなんてほんと信じられないですよ。ごちそうさまでした。はい、というわけでね、とんかつ作太郎さんいただいてきました。めちゃめちゃ美味しかった。もしかするとね、すごい穴場のお店を見つけちゃったかもしれない。まあ、見つけたって僕が見つけたわけじゃないんですけど、日曜日のねお昼の時間をこう避けたとはいえ、行列なくね、あんなコスパがいいの食べれるなんてね、ちょっとびっくりですよ。久しぶりに、動画にあんまり出したくないからっていうかね、あんま教えたくないなっていうねお店ですよ。ちょっとねびっくりしました。とんかつね、めちゃくちゃ美味しいんですけど、エビフライのお店って言ってもいいぐらい、あのインパクトがすごくてね、いやこれね忘れられない。本当にね、絶対また来たいと思います。はい、というわけで今日の動画はここまでです。最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。もちんでした。